さんの優しさ、母さんのぬくもり、温かい愛情を受けて私は育ったの。泣きながら眠った、母さんの背中が今は痩せて小さくなった。背中を抱き寄せて、いつまでもいい。あの映画を見させていただいて、まあ、想像以上にすごい泣く場面がありました。実際私いろいろ映画を見てるんですけども、普段あまり泣くことがないんですが、ちょっとまあ私の母もちょっと病気で亡くなったっていうこともあって、それが重なってちょっと最後の方すごく涙が込み上げるシーンがすごい多々ありましたんで、すごいおすすめだと思います。皆さんありがとうございました。この映画を見てとても感動させていただきました。皆さんも、この映画を見て、少しでも介護に、関わることができればいいかと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。僕も映画を見させていただきましてとても感動いたしました。僕は医療従事者として介護と医療、超高齢化社会、いろいろ問題がこれからありますけど、少しでも、地域の皆さんに、貢献できるように頑張りたいと思いました。ありがとうございます。映画見させてもらって、僕も身内を、父を亡くしたんですけども、その時の気持ちから蘇って、家族を大切にしなきゃいけない気持ち、蘇りました。私は今グループホームで働いているんですけれども、この映画を見て実際に自分の親が、まあ、今も調子が悪い時あるんですけれども、これから悪くなっていった時に、どうしていったらいいかってすごく考えさせる映画になりました。とても良かったです。ありがとうございました。今日映画見させていただいた感想は、病院で亡くなるシーンはちょっと父とダブりました。で、今現在母を介護してまして、希望は自宅で戻りたいと思ってるんですけども、亡くなるっていうのはもう一生に一度、一回きり、後悔のないようにさせていただきたいと思いました。今日はたくさんのことまた感じ、いっぱい泣いてしまいました。はい、今日はありがとうございました。私も訪問美容、福祉美容というふうな形で、その介護関係のことと最近は少しずつ携わるようになって、やっぱ本当その両親だったり親子とか親子愛、夫婦愛、またその仲間、お友達とか、本当にいろんな人たちも、人のなんか素晴らしさっていうか、あったかさをすごく感じる、とてもいい映画だったなっていう風な感想です。またそのいろんな形で本当一人一人のことができることってこれからたくさんあるんだなっていうのも改めて感じて元気をいただきました。ありがとうございました。映画見させていただきまして、非常に感動いたしました。施設従事者として介護を受ける方、介護をされる方がですね、苦しまない、一人で背負い込まないように応援していけるように施設側からもっともっと介護を広めていきたいと思います。この映画そういう意味で非常にいい映画だったと思います。ありがとうございました。今、僕は、17歳から約今2年近く介護してて、で、まあ、資格もなくやってて、まあ、こういう映画見てこう、まあ、介護の大切さとか、こう自分の親が年取った時に自分が介護できるのかなっていうのはあったりしたんですけど、まあ、これを見てなんていうかな、まあ、もっと介護に真剣に取り組んでいかないといけないなっていうふうに気づかされた映画でした。なんでこれから資格取ってこの介護の道を頑張っていこうかなと思えるような映画でした。